こんにちは。今回のテーマは MySQL と JDBC ドライバーのインストールです。前回こちらの動画で Java のプログラムとデータベースをつなぐための JDBC というものを紹介しましたね。その時の図をここに書き残してあるんですが、 Java とデータベースのコネクティビティ、このつなぐ部分にあたるのが JDBC でした。この中で JDBC API は Java のデフォルトの開発環境、つまり JDK の中にも入っているので、新しくここから右側の部分、ここを用意する必要があるということでしたね。この講座では無料で使える MySQL というデータベースを使って解説を進めていきます。まず今回は MySQL ってどんなデータベースなのかというのを解説します。そして実際のパソコンの画面を見ながら MySQL とその JDBC ドライバー、このインストールと初期設定を一緒に進めていきます。この最初の環境を作るのって結構大変なんですけど、データベースのプログラミングの第一歩とも言える内容なので、ぜひこの動画で一緒に乗り越えていってください。それでは早速解説に入りましょう。今回の環境構築は ① ② ③ と大きく3つのステップで進めていきます。まず1つ目が MySQL のインストールですね。続いて MySQL 用の JDBC ドライバーをダウンロードします。そして最後が Windows の環境変数の設定ですね。それでは一つずつ詳しく見ていきましょう。まず一番目の MySQL というのは、今とてもよく使われているオープンソースのデータベースです。この OSS というのはオープンソースソフトウェアの頭文字を取ったもので、誰でも無償で使えて改変したり再配布することが許されているというソフトウェアのことです。じゃあどれぐらいよく使われているのかということで、紹介したいのがこちらのランキングです。これは2022年11月の時点でのデータベースのシェアランキングですね。1位にはオラクルデータベースがランクインしています。オラクルというと Java 言語を管理している会社ですが、もともとはデータベースをメインで開発しているソフトウェア企業だったんですね。そのオラクルに次いでというか、もうだいぶ近いシェアで2位にランクインしているのが今回インストールする MySQL です。オープンソースのデータベースとしてはシェア1位と言えますね。そしてこの MySQL、 最初はある団体が開発してリリースしたんですが、今の開発元は実はオラクル社です。なのでオープンソースとは言っても十分信頼性のあるデータベースだと言えますね。そして一つ気をつけておいてほしいのが、この MySQL にはいくつかのエディションがあります。その中で今回は無料で使える MySQL のコミュニティサーバーというものを使います。そして今回はインストールに続いて初期設定も行っていきます。初期設定は基本デフォルトのまま進めていけば大丈夫なんですが、途中でルートというアカウントのパスワードを設定することになるので、念のため頭の片隅に入れておきましょう。このルートというのは MySQL の管理者アカウントの名前だというのを頭に入れておいてください。続いて2番は JDBC ドライバーのファイルをダウンロードするだけなんですが、これ慣れてないとどのファイルをダウンロードすればいいかがちょっと分かりづらいんですね。なので後でパソコンの画面を見ながら詳しく解説します。そして最後が環境変数の設定です。これ今までも苦戦した経験がある人もいるかもしれませんが、これ間違っちゃうと今動いている Java が動かなくなっちゃったり、 Java 以外の部分にも影響が出ちゃう可能性もあるので、ここは細心の注意を払ってゆっくり確実に作業を進めてほしいと思います。今回は2つの環境変数を設定します。1つ目がパスですね。環境変数パスにはインストールした MySQL フォルダの中にある bin フォルダ、この場所を指定します。そして2つ目がクラスパスです。前にウェブアプリ編を見てくれた人は、サーブレット関連の API のパスを指定した環境変数ですね。このクラスパスに対して2番でダウンロードした JDBC ドライバーのファイルの場所を追加で指定します。ここまでが今回行うインストールや初期設定の作業ですね。それでは続いて一緒にパソコンの画面を見ながら環境構築の作業を進めていきましょう。はい、それでは環境構築をしていきましょう。最初は MySQL のインストールからですね。このような検索サイトを開いてもらって MySQL と入力をしてください。入力したらエンターキーを押します。そうすると一番上に MySQL というリンクが表示されるので、こちらをクリックします。こちらが MySQL の公式サイトですね。そしたら一番上、こちらのダウンロードのリンクをクリックしてください。すると英語のページがバーッと表示されて、この下の方ですね、
この上にあるエンタープライズエディションは商用利用のためのエディションで、いろんな管理ツールや特別なサポートを受けられたりするんですが、これ有料なので、今回は一番下のこのコミュニティサーバーをダウンロードします。ちなみにこのカッコの中に書いてある GPL というのはジェネラルパブリックライセンスの頭文字を取ったもので、これオープンソースの一つなんですが、改変して再配布するときには同じくこの GPL ライセンスにしなくちゃいけないというルールになっているライセンスです。ではこちらのリンククリックしましょう。そうすると MySQL コミュニティダウンロードという画面が表示されるので、左下の方ですね、この MySQL インストーラー for Windows というリンクをクリックします。そうすると2種類のインストーラーが表示されるんですが、まずこのカッコの中ですね、32ビットと両方とも書いてあります。これ僕もそうなんですけど、64ビットの OS の人もこの32ビットのインストーラーをダウンロードしてもらって OK です。これサイズ2種類あるんですが、僕は小さい方をダウンロードしますね。するとオラクルのウェブアカウントでログインしてくださいという画面が表示されるんですが、今回はただソフトをダウンロードするだけでいいということで、下にあるこのノーサンクスのリンクをクリックしちゃいます。はい、というわけでここまでがインストーラーのダウンロードですね。では続いて今ダウンロードしたこの MSI ファイルを開きます。するとインストーラーが立ち上がるんですが、その途中でユーザーアカウント制御の画面ですね、このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかと聞かれたら、その都度はいを押してください。そうするとこのようにインストーラーが立ち上がります。まず Choosing a Setup Type ということで、どういう風にセットアップしていくかを選ぶことができるんですが、今回一番上のこの Developer Default、 このままで進みたいと思います。ではこの状態で Next ボタンを押してましょう。そしてこの画面、今回 Visual Studio は特に使わないので、ここ選択せずに Next を押しちゃいます。そうするとこのまま続けちゃって OK ですかと聞かれるので Yes を押してください。するとさっき2種類のインストーラーがありましたが、サイズの少ない方を選んだ場合はこのようにこのタイミングで必要なデータをダウンロードすることになります。この状態で Execute を押してください。ここネットワークの状況によってはこのようにいくつか途中でエラーになっちゃって Try Again というリンクが表示されることがあります。その場合は Try Again クリックしてください。はい、ここまで僕の環境でだいたい1分ぐらいでダウンロードが終わりました。全部緑のチェックが入ったら Next ボタンを押します。これからこれらをインストールするよということで、中身を一通り確認したら Execute を押してください。はい、ここまで僕の環境でだいたい 2,3 分でインストールが終わりました。すべてコンプリートになったら Next を押しましょう。そうするとプロダクトコンフィグレーションということで、ここからデータベースの構成作り、つまり初期設定に入っていきます。ではまず一番上の MySQL サーバーからですね。基本的に初期設定はデフォルトのまま進めていくことになります。この画面ではコンフィグタイプはディベロップメントコンピューターこのままで、 TCPIP のポート番号もこの数字のままで設定をしてもらって OK です。続いてオーセンティケーションメソッド、認証方法ですね。ここについても上でレコメンドされているこちらの選択肢のままで設定を進めていきます。そしてこの画面ですね、 MySQL ルートパスワードということで、さっきホワイトボードで解説した管理者アカウントのルート、これのパスワードをここで入力します。ここ何でもいいんですが、僕は分かりやすいように PASS パスと入力しますね。まあ、ただのパスなので、パスワードとしては weak、弱いと出ちゃうんですけど、このままいっちゃいます。ちなみに実際の現場では、複雑なパスワードを設定したり、下のところで他のユーザーを作ったりして、ルートアカウントを使うのは、もう本当に管理者のみという設定をすることが多いですね。まあ、今回は個人の開発用ということで、このルートアカウントだけでいっちゃいます。そして Windows のサービスについての設定ですね、これもこのまま Next で進んでしまいます。サーバーファイルパーミッション、この画面もこのまま Next で進んで OK です。では最後 Execute を押して、これまでの設定を実際に反映させます。はい、このように一番下 Successful と出てくれば初期設定成功ですね。最後に Finish ボタンを押しましょう。そしたら続いて2つ目、 MySQL のルーターについて設定をします。左の Next ボタンを押してください。ただルーターに関してはこのままで OK なので、もうフィニッシュを押しちゃいます。そしてこの画面、また Next を押してください。 Connect to Server ということでテスト接続をします。ここユーザーネームルートとなっていて、その下のパスワードのところですね、さっきルートアカウントのパスワードとして設定した文字列、それを再びここで入力します。僕は PASS と入力してますね。入力したらチェックボタンを押します。すると上のステータスバー緑色になるので、下の Next ボタンを押します。続いてこの画面、またエグゼキュートを押してください。はい、そうするとまたサクセスフルと表示されるので、右下のフィニッシュボタンを押します。
そしたら3つ目もコンプリートとなったので、ネクストボタンを押しましょう。はい、インストレーションコンプリートということで、インストールと初期設定が終わりましたね。最後ここに MySQL のワークベンチなどをこの後立ち上げるっていうようなチェックボックスがあるんですが、これ特に使わないので、2つとも外して右下のフィニッシュボタンを押しましょう。というわけで、ここまでが MySQL のインストールや初期設定です。続いて2つ目、JDBC ドライバーをダウンロードします。では再び、検索サイトを開いてもらって、MySQL JDBC ドライバーと入力して検索をしましょう。はい、このように入力したら検索します。すると一番上、MySQL コネクターというリンクが表示されるので、こちらをクリックします。そうすると、いろんなプログラムから MySQL にコネクト、つまりつなぐためのプログラムがここで公開されています。この中で、この上から3番目、JDBC ドライバー for MySQL コネクタ J というのが、この講座で使う JDBC ドライバーですね。こちら、ダウンロードのリンクをクリックします。そうすると、さっき見たような画面がもう一回表示されるんですが、ここちょっとややこしいので気をつけてくださいね。まず、左上がコネクタ J となっています。そして下のリストボックスのところ、ここが今 Microsoft Windows となっているんですが、ここをプラットフォームインディペンデントに切り替えます。ここでダウンロードできるデータが JDBC ドライバーですね。これどちらの圧縮ファイルをダウンロードしても大丈夫なんですが、僕は下の ZIP ファイルをダウンロードします。これ再び下のノーサンクスのリンクをクリックしてもらって大丈夫です。はい、ZIP ファイルダウンロードできたら、こちら開いて回答をしましょう。はい、ZIP ファイルを回答すると、このようなデータが中に入っています。この中の、こちら、MySQL コネクタ J 8.0.31.jar。このファイルが JDBC ドライバーの本体ですね。ちなみに jar ファイルというのは Java Archive の頭文字を取ったもので、Java のいろんなクラスファイルが圧縮されてまとめられたファイルになっています。これで JDBC ドライバーのダウンロードが終わったんですが、このドライバーのファイル、一応わかりやすい場所に移動しておきたいと思います。どこに移動するかというと、これ基本的にはどこに置いても大丈夫なんですが、この講座では後でウェブアプリの中からデータベースにアクセスするというプログラムを作ることになるので、Tomcat のライブラリーのフォルダの中にこの JDBC ドライバーを入れておきたいと思います。もしまだ Tomcat をインストールしていない人は別の場所に置いておいてもらっても大丈夫です。はい、このように Tomcat フォルダの中のライブラリー、Lib フォルダの中に今ダウンロードした JAR ファイルを格納しました。ちなみにこのフォルダはこの後また使うので開いたままにしておいてください。では続いて3つ目、環境変数の設定に入ります。ちなみに今からやる作業は一緒にやらずに見ててもらうだけで大丈夫ですが、コマンドプロンプトを開いてみますね。Java のコンパイルや実行しているこのコマンドプロンプトですが、MySQL というコマンドを実行してみると、現時点ではコマンドとして認識されていない状態です。これから環境変数 pass というものを設定することで、コマンドプロンプトから MySQL というコマンドを実行できるようになります。ではここから一緒に環境変数を設定していきましょう。環境変数を設定するには、まず左下の Windows アイコンで右クリックをします。そしたら設定ですね。続いてシステムをクリックしてください。そうしたら一番下の詳細情報をクリックして、一番下のこの PC の名前を変更括弧詳細設定をクリックします。続いてこの詳細設定タブを選択して、下の方にあるこちらですね、環境変数のボタンをクリックします。はい、このウィンドウで環境変数を設定できます。今回設定する2つの環境変数は両方とも下半分のシステム環境変数について設定をします。ではこの中からパスを探しましょう。はい、こちら選択したら編集ボタンを押してください。すでにいくつかの情報がこのように設定されていると思いますが、ここにさっきインストールした MySQL の bin フォルダのパスを追加します。では一番右上の新規ボタンを押してください。そうするとこちらに新しく追加するパスを入力できるようになるんですが、ここ自分で打ち込んでいくとスペルミスとかどうしてもしやすいので、ここは正しいパスの情報をコピーして貼り付けるというのがポイントです。じゃあどのパスを貼り付けるかというと、 C ドライブから MySQL をインストールした場所を探しに行きましょう。まずこのように C ドライブ開いてもらったら、プログラムファイルズですね、この中に MySQL フォルダがあります。この中の MySQL サーバー 8.0 こちらを開いてください。そして bin フォルダに入ります。そうするとこの中いろんなファイルが入ってるんですが、こちら mysql.exe というファイルが含まれています。つまりこの bin フォルダにパスを通すことによって、コマンドプロンプトから mysql というコマンドでこの exe ファイルを呼び出せるようになるんですね。では続いて、
このビンフォルダのパスが記述されている部分、ここで一度クリックをします。そうすると、C ドライブからビンフォルダまでのパスの記述がこのように表示されるので、ここで右クリックしてコピーをします。そしたら再び先ほどの画面に戻って、こちらですね。さっきの入力が消えちゃってる場合は、再び新規を押して、ここの部分で右クリックして貼り付けを選択します。そしたらエンターですね。このようにパスを自分で入力するとミスが起こりやすいので、正しいパスをコピーして貼り付けるということをぜひ行ってみてください。ここまでいったら OK を押します。では続いて、クラスパスの設定ですね。こちら、ウェブアプリ編を見てくれた人は、このクラスパス、すでに設定があると思うんですが、この環境変数がないという人は、このように新規ボタンから新しくクラスパスという環境変数を追加してください。で、僕はこちらを選択して編集をクリックしますね。そうすると現時点でドットとサーブレット API.jar ファイル、この2つが指定されているので、ここに JDBC ドライバーの jar ファイルを追加します。ここでさっき開いたままにしておいた JDBC ドライバーのフォルダを開いてください。こちら、Tomcat のリブフォルダーですね。そしたら、この JDBC ドライバーのファイルを右クリックして、プロパティを選択します。そしたら、セキュリティタブを開いてください。そうすると、一番上のオブジェクト名のところ、ここバーっと選択すると、この jar ファイルのパスをコピーすることができるんですね。このように、オブジェクト名選択したら、右クリックでコピーをします。そしたら、この画面閉じてしまって、先ほどの環境変数名のところで、新規を押してパスを貼り付けてください。はい、これで JDBC ドライバーのパスを環境変数クラスパスに追加することができました。で、また OK ボタンを押します。ここまでで環境変数の設定は一通り終わったので、画面は閉じてしまって OK です。では最後に MySQL のインストールや環境変数の設定が正しくできたのかどうか、これを確認して終わりたいと思います。では、コマンドプロンプトを立ち上げましょう。僕は Windows アイコンを右クリックしてファイル名を指定して実行。ここで CMD と入力して OK して起動します。もちろん別の方法でも OK です。コマンドプロンプトを起動したらこのように入力してみてください。はい、このように入力するとルートアカウントで MySQL に接続できます。じゃあ Enter を押しますね。そうすると Enter パスワードと表示されるのでルートアカウントのパスワードを入力します。そしてエンターをするとこのように Welcome to the MySQL Monitor ということで MySQL に接続できました。ここまでできれば MySQL の設定は正しくできていると思ってもらっていいですね。ちなみにこの MySQL にはデフォルトでテスト用のデータベースがいくつか入っていて、このような SQL 文を実行すると結果を確認したりすることもできます。そしてこのツールを終えたい時にはクイットと入力して実行してあげるとバイということで再びコマンドプロンプトの入力カーソルが戻ってくるという動きになりますね。というわけで今回は MySQL と JDBC ドライバーのインストールや初期設定を行ってきました。ホワイトボードに書いたこの3つのステップに沿って作業を進めてきましたが、これから環境構築をするという人は特に丸3番ですね、作業間違いやすいところなのでぜひ注意をしながら設定をしてみてください。もし今回の動画が良かった、参考になったという人は、この動画を他の人にも見てもらえるようにぜひいいねやコメントで感想など伝えてもらえたら嬉しいです。そして次回からはいろんな SQL 文の解説に入るので、ぜひチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。